いや、メンバーマジで強いな。リップ、ヒーさん、ジュンビン、チョロン、シュー。韓国に様々なパターンが行ったら日本勢。もう最高峰のプレイヤー、最高峰。ナイス TP。 今アナを練習してるという皆さん、え、ハイテンさんトレーサーやるんだ。さあ対してインソムニアはレオノプテリクスオリーサからのトレーサー訴状ルシキリの並び、ジュンビンのボールですね。最近疑惑がありました。さあ阻害民から一気に崩されかけましたが、ここは鈴のカバーがありました、はい、ボール、トレーコー、ずっと回ってる。ここはデイジーが見張っているものの、まだ状況は動いていない。スリープダーツがカルに当たっている。状況は4対5。うわー、阻害、これが世界一のアナか。ルシアナ、いやー、まさかの。今崩すきっかけが全部シューなんですよね。スリープダーツカルに当てて、ソンブラだ。その後の阻害3人完全に崩しきました。はい、いやー、ロンチの阻害民当て続けてますよね、うん、いや、しかも今鈴を使ったのね。ここは攻め時、はい、いつでも行けるぞと。上からヒーさん、ヒーさんすごい強い。ヒーさんマジ強気だね。逃げることを諦めてるというよりコピーを完全に信じ切った立ち回り、はい、そしてシューによるアンダーシーの強すぎ。ヒーさん追従していくような気が。ああ、ヒーさん壊れちゃった。悲惨な結果が待っていました。強すぎ。これはあまりにも悲惨な運命をたどりましたが、悲惨だなこれは。いや、これはさすがになかなか。あ、身の虫状態ミスってる。眠れない夜を過ごすことになるかもしれません。こちらが、まあ、ボールだからか。なかなか苦しい展開です。まあ相手がボールということで、あ、バレた。背景に関してはソンブラの運用。あ、身の虫。あ、さあこれです、今パッチ当たってるので、はい、レッティングボールも特殊な。わあ、上からパイルで一気に仕留めた。さらには阻害瓶によってブリンクに圧力がかかっている。キツネ走りで正面のエリアを取りに行きましたが、チョロンによってブリンクが塞がれてしまった。アルティメットは5つの状態。クレイジーラクエリアは踏ませません。やば、強いよ。いやー、これは圧倒的な強いじゃん。になっております。しかもクレイジーラク、アルティメットは5つ完全揃いの最後の集団戦。そうですね、70%。え、そうだよ。インソムニアは気づいた。そして EMP などは上がってきますが、まあ、サウンドバリア、ちょっとサウンドバリアがある以上なかなか。わあ。さらには上から完璧な。あ、小太郎チャレンジ失敗してる。飛び込んだマインフィールド。Pさんもここに合流。サウンドバリアで耐久を見せているので、インソムニアなんとか1名は取り留めました。さあデイジー。下側から仕掛けに行くもののチョロンのワンピック。リップのパルスは外れています。お？おっと、ただこれは？あー、惜しい。ナノリップ。ちょうどグレネードが入って。ナノをかけるリップイコール破壊です。その寸前、シューのナノブーストによるカバーです。隙が、隙が。一つも見当たらないクレイジーラク。完全なる勝利。ないですね。しかもこのクレイジーラクの強さ。ちょっと強いよ。まあこの。ですよね。こっからよ、こっから。リップにもなる、あれ、なウィーバー始まった。準備はボールで、チョロンは始まった。チョロンはライフウィーバーで始まった。この韓国の悪いところ、いやー、このクレイジーラックドラの間を抜いてる。ドラの間にスリープ通してましたね今。さあ、さあ当たった。クレイジーラクーンのライフウィーバーも登場しています。でもお花屋さん強いんだよな。本当はリップソンブラ。新しいソンブラにはリップあまり馴染めていなかったような印象はあります。はい、ソンブラがリワークされたタイミングでリップは、まあ、ソンブラをやめた印象ですね、はい。まあ、ただ元々はオーバーウォッチリーグの中で最強のソンブラ使いでしたリップ。さあ、まずはサイト周りでの当たり合い。さあ、ただライフウィーバーを使っているチョロンはどう貢献していくか。まずはエリアの人がクレイジーラ君です。いやー、まあ正直このジュンビンのレッキングボールが、うん、まあ、彼無人すぎる。無人ですね。あまりにも場を荒らし続けているジュンビン。気がつけばアルティメット 81%。 いや、あの昔からジュンビンはレッキングボールがものすごく得意なんですよね。ただジュンビンはかなり追い詰められているもののパックを回収、まだ戦えます。お、吐いて。さあ、シュウに対してマットが来た。デイジもこれに続けパルスでリオンが落とされる。いけるぞインソムニア。キツネ走り間に合うはするものの、キツネ熱い。準備が落とされてしまっている。これで 2-2 取れる。状況は3対3。ポイントいつの間に取ったんだよ CR。 このレッキングボールを高めていきたい。あと1ミリ。これはナイス切っていきました。さあ、サイト自体は時間稼ぎはできていますが、集団戦に関してはこれクレイジーラ君落とす形になりそうですが、なりそうですが、どうだ。帰ってきた。いや、ライフグリップで救った。ポイントがずっと踏んでる。さあ、これチョロンが木を生やしました。サイトの中には生命の木が当たっています。命の木。そしてここはシューを守るための合流。
あれ、ポイント、ポイントが永遠に取れない。あ、取れた。シナジーを発揮しています。シナジーって言うんでしょうか。さあ、そしてナノブーストはヒーさんに回してサイトの中攻略しに行く。阻害瓶から崩していった。さらにはマインフィールドが展開されてインソムニア強いヒーさんかけるナノイコール破壊です。先頭は一度インソムニアポイントを取り返していたんですけれども、チーム切るによってクレイジーラクーン取り切ります。ギリギリ取ったけどね、ギリギリすぎたね。今までね3人戻ってきたので、まあその時点でね、うわ、EMP 来るか？崩れて、サイトは譲りましたが、その後立て直しの部分で、しっかりと、ね、キングボールを取り返すことができてましたね、クレジー。来る！来る！さあ、EMP のセットアップ完了。来る！KR 最強のソンブラ使いとして直させたり。甘い！ EMP じゃないです。まずはハックから、まさかの。さあ、デイジーを追い詰めていく。まさかの EMP じゃない。ダメージこそ入っているものを切るまではまだいってない。アンダシ準備を取り切った。準備落ちましたね。さあ、しかしローヘルスのデイジーはリップが捉え切りました。ファイナルブロー、ま、ペタルが邪魔でミスった。使わず抜けた。ちょっと今使わない。いや、今ペタルプラットフォームが邪魔で、ね、うまくブリックできませんでした。ペタルが邪魔した。もしかしたら CR 敵がいるかもしれません。スパイが、はい、いますね。ちょっとチョロンがどうでしょうかね。なんだろう、ノイズ今のびっくりした。本領発揮できていませんね、はい。さあ、アルティメット3つ上がっています。インソムニアオーバータイム突入中。なんとかこの準備を追い返すことはできた。しかしローヘルスのところはライフグリップで救っています。はい、さあ今回はリップが EMP 来ません。ロケータが EMP、 ただ鈴熱い、ギリギリカルが鈴熱い。ここで鈴を使ってしまうと周囲の阻害瓶が止められません。さあ、ただここはキルトレードできた。ナノヒーさん来んじゃない。ナノヒーさん来たー。回して4対4の状況、カルが苦しい。ただカルが落ちてしまうとキーンのリソースが流れた。熱いレオン。テラスアーチで集まっていたところに対しては阻害瓶、一度スリープで眠らされた。あふれ、あった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 。成功。しかしヒーさんが暴れている。フリーのヒーさん、いやーヒーさんが、やったぞヒーさん。あ、パック取られてる。ボールにでギリギリ耐久はできましたね。耐え切れましたね。エリアの干渉、マインフィールドサイトに展開。先ほどの勝ちパターンです、クレイジーラクーン。さあ、ここはサイトを踏まなきゃいけない。エリアの取り返し、ドゥームフィストル合流している。さらにはデイジー、ロングレンジでのデッドアイによるゾーニング。ここには準備が構えてきました。サイトの中には大きな木が生えました。いや、この木はかなり今は回復力があるので、うん、うわー、きついな。ちょっと上がりましたからね。木が強え。入ってしまうとダメージトレードというのは絶望的になります。ここは準備のパイルから崩していき、まあ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  CR 取り切りました。トレーサーがキャスティング。さあ、これです。レッキングボール、あなたに習得した。始まった。ミノムシレッキングボール、近くの外から仕掛けることができます。まあ、まさに今やったような形で。いやー、これがね、もうドーン、レッキングボールでございます。強すぎー、ヒーさん。ここに完全に視点を奪われてしまうと、このスキン、ティア S、 俺も使ってます。ヒーさんリスペクト。ヘッドショット。デイジー。しかもデイジーは。デイジー？デイジー？ソロまで捕まえるぞ。さあ、デイジーダブルキル。しかしここは当てすぎ、ヒーさん。しかし容赦、現在2位トレードです。エリアの取得はインソムニア。いや、ヒーさんよく今グレをデイジーに当てれましたね。いいね。でもインソムニア取ってるポイント。初動勝ってる。ただこれきついか。ここからですね。ただうまくレオクレクスは抑えている、うん、ウルト早ー、ウルトの切れ走り早い、ずっと早いんですよね。最速で上げ切った。ただヒーさんうまーい、やーりからのワンコーン、トレーサーに当てていきます。振り向き、振り向きのワンコーン素晴らしい。どういうグングニルやん、もうさあ、これによってあんな、ただの槍じゃねえんだよな。ヒーさんのコンビはこれで終了。レオのプテリクス、ヒーさんを返した。ただ超ローヘルス、さすがにこれは耐え切ることは難しい状況でした。いや、最初の集団戦勝つことができたんですけれども、はい、ただあのヒーさんのグレネード貼り付けからのデイジーキル、これが大きかったですね、うん、次の集団準備止まらんやん。まあ、イソミア負けてしまったよ。り声で取るやないかい。まあ、ただファーストの当たり合いではデイジーキル、ウェーイ、イソミアエリアを取ること自体は成功できていました。ここからアルティメットをふんだんに使った。うわ、これえぐい。前目の当たり、マインフィールド、キツネ走りもかかった。うわ、シューのヘッドショットによってデイジーを仕留め、リップもこれに続く。わあ、火力が止まりません。シュー強すぎる。これはもうなすすリップ VS 履いて、リゾムにはデイジーが
デイジー・ゲンジ。デイジー・ゲンジ。ゲ、え、ゲ、ゲンジー・デイジー。基本ハイテイですからね、ゲンジは。ゲンジー・デイジー来た。ハイテイトレーサーではないと。あ、うん、あ、これは、交代するための。交代するためのやつでしたね。さあ、ハイテイ・ソンブラ・デイジー・トレーサーですね。いやいや、トレソンかい。次の、サイトに飛ぶわけですが、はい、一瞬で終わったゲンジ。ポイントに関してはクレイジーラッキングが取りました。さすがにね。さあ、ただ背景がこれソンブラを出して、まあ少しレッキングボールに対しては強い。うわあ、強すぎ。ボーリマみたいなキルしますね。はい、わあ、崩れてしまった。リップが合わせている。強い。フィジカル。エコーが運んだ先に、リップの表情がもう仕事人なんだよね。ソムヤ側からしたらもう職人しかないような状況に追い詰められてしまいましたね。さあ、第二のポイントはすでにクレイジーラクーンが踏んでいます。なんかいたわ、デキルするのやめてね。とリップ見つかった。ただリコールがあったのでここは待機ことができました。さあ、フライトを使って上からの牽制はヒーさん、うまく味方と一緒にサイトの中に入ることができています。さらには準備に対してハック、相手の機動力を奪う。そしてヒーさんはトレーサーコピーでダブルトレーサーシステム。さあ、これは相当レオノプテリクスに圧をかけられてる、うん、ただサウンドバリアでレオノプテリクスはブリンカー守っています。キツネマシにも使っているラウンドですので、ここは取り切りたい、取り切りたいが、どうだ、ヒーさんのコピーは剥がされた。両者まだ睨み合い。テラサージ、しかしテラサージにはパルスをお土産。おパルスとヒーさん、いやきついか、ヒーさんチョロン準備からのヒーさん、てはいたんですけれども、シュダメージトレードにおいては終始クレイジーラクーンを待っているので、徐々に徐々にビヨーン、ね、あー、そしてまた来たぞ。このまるでクリスマスの飾り物かのようにブラブラ揺れているのが準備。そして逃げますが、ちょっと壁に当たって、うん、タッチ無理だな。意図した動きなのかどうか、ちょっと後方に飛びファイル持ち上げて、さあルシオフォーカスか。いや、ここはレオノが守っているが、なんだこの動きは。いや、ちょっとこのランダマイズな動き、うん、ただレオのやばい、逃げれるか。ヒーさんとのトレード、こんな違うんか。さあ、ここに先制に復帰してきたところを EMP で崩しに行ったが、崩しきった。準備は落とした。ただカルが巻き込まれています。そして吐いてギリギリのヒーさんで、トランスロケーターに逃げた先はヒーさんが捉え切っています。なかなか逃がしてくれません。そうですね、いやー、これ少人数戦にはなっていますが、リスポのことを考えますとクレイジーラクーンが若干有利ですね。やりたいこと何もやらせてくれない。やりたい放題チャンネル始まってる。ヒーさんのクレイジーラクーン、さあここをもう取られてしまうと、ちょっと牛弱して終わってしまうので、こたらボールうまいと思うけどね、はい、ここでキツネ走りスタートしたかった。ただ韓国と日本人やっぱね、理解度がね、韓国人高いよね、理解度。本当に何考えてるのか分かんねえもん。もうなんか何が起きてんのこれ、ぐちゃぐちゃだもう。いやー、しかしなんか死んじゃった。何やったこれ、暴力によってクレイジーラクーン、もうぐちゃぐちゃです。取り切り、なんならカウントも 50%、もうパーセント的にはインソミア次は最後の当たり合いになりますね。まあ少しビルドアップすればレイジも、いやか、え、なんかマラソン一周一周しちゃったやん。一周してきました。チョロン一周しましたね。いや、強すぎ。いや、レオノが崩されてしまった。あと4回タッチが、いや、これもう無理な形でインソムには飛び込むしかないですね。一度リスポーンに戻って、いや、もうリスタッチのような要素。リップヒル欲しいって言ってる。ヒルじゃん。触れるか。いや、触れない。いやー、強すぎ。まあ、結構いい景色だね。ホテル今回いただいておりますけど。あとで怒られるんだから、これ。ちょっとマックスが。マックスが。マックスの様子が。マックスが？あれ、マックスさん、シアル入ったの？マックス・ウィンストンですか？あ、ロックボロやめるってそういうことか。今怒られてるんだよ。ロックボロやめたってそういうことか、マックスさん。あ、シアル入ったんだ。やらないです。さあ、大出世やな、マックス。ウィンストン、キャストレ、いや、ヒス、CR 入っちゃったんだ、マックス。そして、インソムニアは、レオノプテリクスのウィンストンとトレソジョンルシキリですね。出世すごいな、これ。韓国2位チームに、かなり違ってきますね。マックス CR おめでとう、マジで。さあ、飛んだ、レオノプテリクス、一気に仕掛けに行く。ただ、入ってが少し体力的な崩しが、いや、このダイブは成功している。
まあもちろんこれは鵜呑みにしちゃう人もいるかもしれないに言っとくんですけど、まあ本物のマックスではなくて、まあ日本人でよく言うあの本物のマックスって言われる方ですね。このマックスは持ちこたえてはいるものの、そうですね、少人数で残ってるクレイジー、電柱がピカピカしてる。いやーヒーさんがキルを起こして、電柱じゃないか、人数よりは取れていたんですね。なんか明かりのやつ、いい流れを作れていたかと思いきや、この少人数、おいデイジーレッツゴーデイジー、クレイジーラクーンショ、まあ、人数差をつけられながらもうまく持ち、マックスジャンプミスって嫁ミスターミスターっつって視点振ってる。さあただちょっと当たりの内容としてはかなりインソムニアは食らいついたような印象もありますし、まあレイジのパーセンテージもほぼ互角ですね。本物のマックスイケメンすぎじゃね、かっこいいよね。ただここで崩された、わーリップ LIP リップのキャスティの前ではなかなか簡単に動くことはできません。このヒットスキャンスペシャリストリップでございます。はい、最高峰です。今日何度最高峰と言ったか分かりませんけれどもまあ正直この KR で出場しているチームのプレイヤーほぼ最高峰のプレイヤーです。そうですね、ここまで来ているプレイヤーは全員最高峰と言っても、一旦降りるんだそれ、なんで降りたんだろう、深いな、飛ばれると思って降りた。レジーラ君が取り切り、アルティメットも3つ上がってきました。ここでマックスが怒っていく、レオのプテリクスを狙って、ちょっと牽制してロボットを進めてもらって、このウェーブを抑えることができればアルティメット的にはインソムニアが優勢になるはずです。さあ正直レイジーに関しては、うわいい阻害、効果的には阻害が、この阻害、いや大丈夫です、耐え切りましたね。はい、さらにはカル、ここは前線に合流したからレオの、うわやばすぎ、気がつけば一瞬で来たし、しかもインサムニアからすると、お金拾った仕掛けようとしていたキツネ走りとレイジを、いやマジか強すぎ、俺以外の3人が一瞬で削られました。いやうまい、キャラコン、そうですね、キャラコンうまい、ナノウィンストンがもう完璧に刺さってしまいましたね。突っかかんないね。いやー今の集団戦インソムニア勝てる目はあったので、いやまだまだウィナボーよ、全然全然ウィナボーよ、はい、パルス、さあ入ってパルス、あー止まらない、やばい、何してる、いやそれは味方です見つめ合うな、イチャイチャすな。今度これ俺も作目にやろう、早めに使っていった。そうですね、お互いにサウンドバリアを交差する形になってますね。さあ集団戦始まってくるとやはりリップの火力が物を言います。デイジーカルを落とし3対5の様相、レオノもこれは追い詰められている。気がつけばもう 100m に到達しようとしているロボット、はい、この集団戦の間もかなり早めにロボットも押していたので、いやあれ強すぎない、あの強くない、負けてしまった、ゴールが見えてきます、フィニッシュが目の前です。さらには押すためのリソースは十分に揃っている、ヒーさん復帰したてのプレイヤー、ヒーさんってトレーサーの隙何使ってる、わー画面が酔っちゃう。スズメ解除させた後のプレッシャーのプライマルレイジマックス前方、そして側面へと圧をかけつつ、ナイス、うまく返したか、いやこれ行けデイジー、チキロン、もう一回ナイス、うまからのナノウィンストンカジャ、なぜか通常、なんで巻き返してんねん、なんで巻き返してんねん、その状況からニオチから、えそして眠ら、キャストルシオ死んだのになんか巻き返してる、全てのアビリティ一つ一つに理由がある、危ねこそクレイジーラ君です。残ったプレイヤーが、それ勝つの、さあこれはもうキーさん、さあることはできるか、いやエントリーの部分はスリープラザで止められた、しかしキツネ走りのアジリティでなんとか飛び込むことはできました。いやただこれはキーマンであるシューが落ちたので、これはもうさすがにクレイジーラクを押せないのではないかなと思う。いやえ C9 は無理よロボットで、なぜここにいるリップ、背中を取りに行く、このプレイヤーの裏取りはまずいか、いやこれ構成ないあれなるほどあれ、いやただこれはリップお散歩関係ないところで、うわうろうろ散歩しただけでした。そうですね、はい、潜んだだけになりました。ただ正面が崩れています。ここはプライマルレイジとサウンドバリアは一人しか入ってないか、な何起きてんのこれ、耐え切るバリアだったんですが、ロボットガンムシみんな何起きてんだこれ、一体持ってるリソースの、まあ、バリアがなかなか発揮できない状態での戦闘が続いています。ロボットなんていなかった。さあそしてマックスでプライマルレイジめちゃくちゃカメラを振っています。いやーこれは
マックスが15秒やばい後方に飛び込み、そしてサウンドバリアでのスタート。これテーマ行くで見るやつ。デイジーが崩された一瞬も、ま、えヒーさんヒーさん、まあ、猿も木から落ちるとはまさにこのことと。安心してください皆さん、あの恥ずかしがる必要はありません。このプレイをしてもヒーさんでもします。何も恥ずかしくない。何か言われたらヒーさんでもしてたよって言おう。なんとか触れました。ここはまあ機能も取れていて、リスポンの韓国2位も韓国2位も同じことしてるよって言えば、そして苦しくなっていたところを何も恥ずかしくありません。捉えていきました。さあこれでどうにか長い長い集団戦、今度からその言い訳しよう俺も。いやまあまあヒーさんもしてたじゃなくて、まあ、ヒーさんと同じ、ヒーさんと同じ、はい、ソニアようやくここまで使いすことができます。今日これ言える。さあ上を取りに行ったレオのトロールを埋めて、ヒーさんの真似したっつって合流し、橋上のポチョンを渡しませんでした。わあ、ナノルシ、あれナノルシカジャ、ナノルシオだ、ナノルシオだ、ナノブーステよ、ナノルシオで決めてしまった。いやこれにて今の集団戦は終了、終了、次も週の阻害便で終了と。ゴールになります。あーいやーマークス、タイムに飛び込んで、いやただいいよ、ただただやばいやばい、溜めすぎ、さすがにと、いや咎められない、なんで耐えてるリップ、あれローリングで引いた、そしてヒーさんが刈り取っていく。さあロボットの周り誰かが行かなくてはならない、いやわー間に合わなかった、いやグッドゲーム。